目黒といえばサンマ、ガジョ園、そして日の出自動車が有名だと思います。これからは目黒といえば地団、私目黒の地団の店長、目黒の地団こと佐藤秀樹でございます。ここら辺が目黒の地団でございます。今日はなんと6月の19日オランダ戦が終わった後の、生中継といいますか、もうこれだけのたくさんのお客さんが来てます。集まって以来でございます。サッカー体操の今年の1月に地味に本当に一人で始めたこの企画をですね、今日100人以上の皆様に集まっていただいております。それでですね、今日はゲストに戸塚哲也さんがお越しいただきます。皆さん YouTube の皆さん、どうぞ戸塚さん、こちらも入ってますか？もうこちらね、入ってる、大丈夫です。ありがとうございます。それで高橋真子さん、はい、今見終わった後でございますけれども、サッカー体操のといいましてですね、本日の試合の総論としましては、私は本当に、1週間前、もう2週間前はもうどうなることかと思ったこの日本サッカー界でございますが、これだけのまだですね、サポーター、気持ちを持った皆様が、これだけ足を運んでくれる皆様がいるということで、本当にこの日本サッカー界、何がともに、とにかく皆さん、日本代表の選手の皆さんが頑張ってくれて、それじゃないとですね、私たちついていけないんですよ。今後ですね、日本サッカー界一番の問題点というのは、戸塚さん、何だと思いますか？目黒の地団でしょ。目黒、僕が問題ですか？問題点。いや、僕みたいなのが現れるとか、ね、ただね、はい、あの本当にこうやってね、皆さん集まってくれて、それはでも目黒の地団がスタートしたものなんですよ。いや、私もそうですけども、ここに呼んでいただいて、はい、でもみんなとね、こうやって応援できて、はい、非常に今日はね、もう楽しかったです。いや、ありがとうございます。テイクアクションでございます。テイクアクションでございます。いやー、ありがとうございます。まこちゃん、はい、今後日本サッカーはどういうことをやっていけば、はい、また昔の人気を取り戻せますか？強気です。強気、はい、松木安太郎さんに紡ぎ、もう続くような言葉ですね、はい、強気だけ。次回のワールドカップはブラジルで行われますけども、はい、足運ばれますか？運びましょうか。もうね、戸塚さんにお聞きするとですね、はい、ブラジル現地に行かれますよね？もちろんです。もちろんです。船で行くんだったら、はい、4ヶ月かかるんですよ。飛行機でも丸1日かかります。24時間真裏ですから。あ、そうですか。そう、戸塚さんがね、素敵なことをおっしゃってました、はい、ブラジルの国にはですね、サッカーの匂いがある。サッカーの匂いと、本当に皆さんね、本当に行けたらですね、一生に一回だと思うんです。ブラジルでのワールドカップ、僕はね、本当に楽しみにしてます。その前に、ブラジルでオリンピックありますよね。その時の雰囲気でも多分わかると思うんですけども、本当に行けたらブラジルへ行ってみてください。皆さんもブラジルに行きましょう。目黒の地団でございました。ありがとうございました。戸塚さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。本当に皆様、これだけのたくさんの皆様、立ち見の皆様も大変だったと思いますけども、本当にありがとうございました。ぜひともですね、自由が丘で目黒の地団の色見せ、皆さんもお手元のチラシの方で、インフォメーションありますけれども、ぜひともですね、そちらの方で、毎試合、私、店に立ってですね、お酒作ってますんで、ぜひともですね、遊びにそちらの方も遊びに来てください。ゲストの戸塚哲也さんでした。どうもありがとうございました。まこちゃんでした。ありがとうございました。私、目黒の地団がお送りしました。ありがとうございました。